はじめに、道の駅ガチャピンズラリー関東版を始めた理由についてお話ししたいと思います。以前から、えっ、ー、と、スタンプラリーの方ですね。道の駅スタンプラリーはやっていたんですね。 で今年の、えー、と2023年度のですね、新しいス,パンスタンプ帳が出たので、それをもってこちらにですね、道の駅スタンプを押しに来ました道の駅内の西軍とという、ねえー、お店の中にこのようにスタンプが設置されていますその時ですね、ここにガチャピンズラリー関東というのがあったんですね でまずこれは、えー、スタンプの方、えー、ここで、えー、押していますこのようにですね、えー、開いたページがこう浮いてしまいそうなところっていうのは横にしてですねこのように、えー、スタンプを押すとですね、えー、綺麗に押せる場合が多いですこんな感じですね 加ゾ市の伝統工業で、鯉のぼりがあるので、鯉のぼりの図案ですね。そのすぐ隣ですね、このようにガチャガチャがあって、えー、とこのガチャガチャの中にこのピンズがあるんですが、これ、中すべて同じものなんですね。なんか北海道の方でやってると、なんか色違いが出てくるらしいんですけど、関東はそういうものはないようです。これがですね、えー、道の駅ピンズですね。 これ、思いっきり拡大してますが、大きさとしてはですね、かなり小さいです。で、えー、と価格の方を言ってなかったんですが、価格の方は100円になります。このですね、非常にシンプルなデザイン、これ、道の駅の標識と同じなんですよね。このシンプルなデザインと、それから大きすぎないですね、小さいので、ちょっとコレクションするのに、 いいなというふうに思って、えっ、ー、と、今回集めることにしました。こちらがですね、ウェブページ上の情報なんですけれども、えっ、ー、と、これ、それを実はね、えっ、ー、と、1画面にまとめたものなんです。もっとこう、よ、縦長なんですね。非常に縦長で入りきらないので、このようにしました。えっ、ー、と、関東版っていうのは最、最近始まったようなんですね。 えっと最初北海道でやっていてえっと次に千葉が始まったようなんです。で、えっとその後ね、えっと関東の他の道の駅の方にも拡大してきたというわけです。えー、このね埼玉県設置の道の駅の方を見てわかるとおり全ての道の駅にあるわけじゃないんですね。全ての道の駅に揃っているのは えっと、基本的には北海道と千葉ですただ千葉も今全部は揃ってないらしいですねで、えっと、埼玉の方これ見てわかるように、えっと、道の駅が全部で20あるんですが、えっと、ここにある6駅だけが現状では、えっと、道の駅ピンズの方が設置されていますでその集めたピンズをですね えこう飾るためのですね、フラッグが売ってるんですね大体、えーいいえー、ほとんどの道の駅に設置してある千葉県とそれから栃木県もあるみをですね、えー、これは千葉県のフラッグなんですが、えー、とこのように地図が入っていて名称が書いてあってピンズをね、つける場所とそれから日付が入ると,、えー、とこういうものを販売していたりもします。 これは栃木県のね、えー、フラッグなんですけれども、えー、このようにですね、えー、すると、こう、部屋なんかにもね、飾っといても、ああ、どこへ行ったんだなっていうのが、すぐにわかるのでね、あこれすごくいいな。えっ、ー、と、私も随分道の駅巡ってますので、えー、いいなと思って、この、えー、と、ピンザ集めを始めたわけです。 ただ残念ながらですねまだ6駅にしか設置してない埼玉県のこういうフラッグを作るっていう予定はないんですねで今後増えていってほとんどの道の駅に置くようになれば作るんだと思うんですけれども、えー、とちょっとまあそれまでの間どうしようかというふうに思いました、えー、そこでですね、えー、集めたピンズを引き出しの中に 入れたまんまでっていうのはあまりにもね、寂しいので、えっ、ー、と、このようなものを実は作りました。これ何かっていうと、100均で売っている、えっ、ー、と、L 版、えっ、ー、と、写真ですね。L 版の写真を入れるフォトフレームなんですね。これを改造しました。使うのは、このフォトフレームの方、こちらはですね、周りの枠だけを使います。 こちらのピンズをつけているものはですね、えー、これ、100均で買ってきたプラダンなんですね。で、ピンズの基本的なカラーが白なので、えっ、ー、と、私はこれで黒いプラダンを、えー、買ってきて使いました。他の色もあるのでね、他の色でもいいと思います。好みの色でね。で、こちらの方、プラダンは、えー、カッターナイフや ハサミで簡単に切れますので加工も簡単にできます。それからピンもやはりね非常に刺しやすいんですね。あとはですね、後ろからここにはめ込んでですね、えー、固定をして、えー、画鋲で留めています。画鋲も足の長いものを使っています。で、あのこれ、プラダンの裏のね、えっ、ー、と ボタンみたいなやつね、これ見るとわかるんですが、あまり近づけるとこれがうまく重なってね、えー、止められなくなりますので、多少間を空けてですね、えー、取り付けるといいと思います。そして部屋の壁の方にですね、足の長い画鋲を使いまして、えっ、ー、と、3箇所ですね、えー フレームの枠3箇所をこのように止めて、えー、見えるところにですね、えー、飾っています。えー、こちらの方ね、えー、ガチャピンズラリー関東ということで、関東のですね、こういうフラッグ、地図があって、えー、ピンズをね、えー、押すところがあるっていうものが、えー、とこれ、近日発売予定ということなんですね。 で、こちらの方が発売されたらね、こちらの方を購入してですね、えー、飾っていこうかなというふうに思っています。えー、ま,あまだ関東の駅ね、全部行ってないところも、えー、まだあるので、そちらの方ね、ぜひ行ってみたいと思っています。あと、こちらのね、道の駅のピンズを集めたところのですね、えー、動画を 取っているので、えっと、これは一駅ずつですね、YouTube ショートの方で紹介していこうかなというふうに思っています。